東京都のシードネーム水のサプリさんからいただきました。アスランのささやき。人のこと言えないな。俺もガンダムを盗んだことはあるし。週刊レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー、通称ラジダネです。こんばんは。この番組のパーソナリティ鈴村健一です。石田さんの真似は俺にはでけんてアスランのささやきやからな。俺がやったらアスランやないやんみたいな話ですよ。まあそれはいいんですけどね。この番組ではですね、毎週機動戦士ガンダムシードデスティニーの情報をお届けしていきます。ここで君に会えたのもきっと運命。一緒にデスティニーを盛り上げていきましょう。そしてですね、この番組には僕と一緒に進行してくれるウィークリーパーソナリティがいます。というわけでですね、早速メールが来ておりますよ。東京都シードネームゆかさん、ありがとう。アウル・ニーダ役の永遠の18歳森田正和さんを呼んでください。無邪気な毒舌大好きです。ということで、アウル・ニーダ役の森田正和、イエー。お前は死ねえよ。お前なんやねん頭から何を言うてるんですかあなたは。こんばんは、はい、お前ここに降りすぎじゃん、ボケごめん、お前降りてきてるよ、それダメでしょ、そういうの。はい、森田正和です。いやいや、こそこそいらっしゃいまして、本当にね。毒舌ちゃんとね、日本語を使ってください、ね、頼みますから、ね、勘弁してください。頑張ります、本当にね、うん、で、最近はどうですか。最近どうざっくりだな。最近必殺技になりつつあるからね、最近どう、うん、そう、これ難しいよね、最近どうね。どう、最近ね、よく買い物してんのよ。あ、そう。で、しかもね、珍しくね、うん、電化製品。珍しいかどうか俺に判断できんかな。いや、珍しいの。あんまり電化製品買わないんだけど。でね、この間はね、つい最近はあれ買った、うん、ヘッドホン。お前それ電化製品ちゃうんちゃうか。電化製品オーディオ機器とか言うやん、そういうの。じゃあそれで家電じゃないよ、それ。なんか違うの、うん、家電って言うのは冷蔵庫とかそういうやつ。家電でしょ、うん、で俺はほら、うん、電化製品、電化製品って言ったから。ああ聞いとけよ。ごめんごめん、俺も日本語を間違えちゃうよ。お前は死ねえよ、うん、いやだからお前は頭からそういうのはいいな、はい、本当にな。まあいいんですけどね。そうですか、最近はじゃあ家電を、家電じゃねえ、電じゃないよ、電化製品をよく買う、森田正和さん、うん、あ、そうですか、うん、それは良かったですねさあ、これだけかよ。こんな感じで今日も30分最後までお付き合いください。週刊レディオシードデスティニー。この番組はバンダイビジュアル、ビクターエンタテインメント、ソニーミュージックエンタテインメント、角川書店がお送りします。週刊レディオシードデスティニー。さあメールを読みましょう。あ、奈良県シードネーム時はみやびさん、ありがとう。ありがとう。鈴村さん、ラジダネをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。遅れ兄やんがゲストの時のハガキで鈴木さんこんばんはに対する鈴村さんの俺は鈴村だのツッコミに私は大爆笑してしまいましたそこでふと思ったのですが、パーソナリティのお二人は今までに名前を間違われたことはありますか。またその中で一番面白い間違われ方を教えてください。まさかずってさ、これ絶対読められない、ね、読めないよね、正一なの、絶対正一だよね、うんうん、でね、一番ね最近、うん、だからこれはもう普通だから俺の中ではもうどうでもいいのね、うん、だけどねもうちょっとこだわろうぜ。いや、この間ね、うん、大きな買い物した時に、うん、領収書をもらおうと思って、うんうんうん、それですいません領収書お願いしますって、うん、名前はって言われたから、うんうんうん、森田でって言ったの、うん、そしたらね、その人ね、何を考えたかね、来たやつがね、うん、カタカナで書いたんだけど、うん、で、モギターって書いたのそれはすごいな。モギターだよ。モギター、あ、伸びてんだ。しかも、うん、モギターって伸びてんの。それは企業名やと思ったんやろな。そう、モギター。モギター。モギター株式会社みたいな。そう。なんか、何の会社だよ。うん、え？って言われたから、うん、モギターでって言っても、うん、あーって変な顔しながら、モギターって言われたら、大爆笑して、それめちゃめちゃ面白いな。そう、それですいません、モギターですけどって言って、うん、ただちゃんと書き換えるのかなと思ったら、やっぱりカタカナでさ、カタカナでモギターって書いてた。ダメね、ほんとにね。間違えられるよね。俺、うん、鈴木はほんとしょっちゅう間違えられるもん。あ、そう。病院って薬もらうときに鈴木さんこれお薬ですと渡された時のショック。これはほんとに俺の薬かって思うよ。あ、すごいだよね。ものすごい衝撃だからね。だね、うん、
やばいもんね。違うさん、鈴木さんだったらどうすんのかな、本当に、みたいなね。うわあるわけですよ。下の名前は別にないでしょ？うん。まあ、健一だけどね。うん。ね。まあまあ、皆さん、名前間違えないようにしてくださいね。お願いしますよ。もう一枚行きましょう。東京都、シードネーム、アウル色の人生さん、ありがとう。お、ありがとう。もうすぐ、クリスマスですね。うん。そこで、森田さんに質問です。サンタクロースは信じますか？サンタクロースはね、はい、信じる。あ、そうですか。え、ちなみにこの方はですね、うん、私は中2ぐらいまで信じてました。あ、そう。俺いつも信じて。今も信じてる。信じてる、信じてる。お前、ドリーマーだな、お前は。どうしているんだよ。え？ん？言ってみろ。どうしているって。ちゃんと説明してみろ、俺に分かるよ。いるよ？俺は雪の国に住んでいるの。でも、オーストラリアとかあったかい時におるやん。それでも雪の国にいるの。住んでるの。あ、そうなんだ。木のお家にね。なんであの人は煙突から来るの？それはね、うん、狭いところが好きなの。あ、趣味なんや、あれ。趣味なの。そういう、なんか、あれなのね。こう、意味があることではないのね。あと、くぐれない煙突があると、うん、そこにはあげないの。うんうん、俺来てたで。煙突あった？あ、ないない。だからないけど来てたで。嘘。うん、デンジマンのロボ来てた、俺。デンジマン。大デンジン、俺に届いたで、ちゃんと。いや、大デンジン。大デンジン、俺に届いたで、ちゃんと。マジで？うん、それ、お父さんだよ。いやいや、だ俺はお父さん派やねん。ああ、そう。じゃあいいじゃん。もう、交渉決裂ですよ。そうだね。もうお前とはその話はしない。ファームやってらんないよ。いい。サラリーマンとかどうでも、サラリーマンって何？サンタクロースって言おうと思ったらサラリーマンって言って。サンタクロースとかどうでもいい。サラリーマンなんだ。さあ、まずは、ベスニーの情報を独自の視点ですっぱ抜き。あくまで真面目にお伝えするこのコーナー。ウェイ。ベスニーニューススクランブル。番組の途中ですが、ここでデスティニーニュースをお伝えします。スクープ、アスランついにカガリに熱烈プロポーズ。アレックス・ディノコとアスランザラがオーブの代表として知られるカガリ・ユラ・アスハの左手薬指に指輪をはめていたことが明らかになりました。ここでですね、ボギーワンにいると思われるアウル・ニーダさんと中継がつながっております。アウルさん、アルさん。え、すいません、アルさん。鈴村と申します。あ、え、今日はよろしくお願いしますね。どうぞ。はい。ものすごいめんどくさがりですね、あなた。はい。あのですね、はい、ちょっとお聞きしますけど、そちらの状況ってのはいかがですか？っていうか、大体お前誰だよ。いや、だから鈴村。そんなの予定ないぞ。俺名乗ったでしょ。ねえ、おのやつ、うん。いや、お前聞けよ、人の話。なんだ、失礼な人だな、うん。鈴村って言うんですよ。覚えてくださいね。はい、鈴木。気の利いた間違いをするな。アスランさんがですね、プロポーズしたとのことですが、うん、詳細教えてください。アスラン？ええ。誰だそれ。まあ、アスランの胸触ったやつか。あ、それはね、俺じゃねえな。シンって言ってた。お前なのか。いや、俺じゃないんですよ。じゃあお前死ねえ。それ口癖なんですね、あなたね。だいたいこの質問も俺おかしいと思う。アスランがプロポーズしたのを知ってるわけないやん、アウルさんが。そんなん俺が間違ってるよ、これ。俺結構いろんなこと知ってるんだよ。あ、そこはこう言ってくるんだね、そういう風にね。わ、うん、かった。じゃあ聞きますよ。はい、そのアスランさんが2年越しの恋を実らせてプロポーズしたらしいんですけど。何何かっこ悪いってんじゃないの、そういうの。聞く気ねえじゃん。なんでも知ってる言うから聞いたのに。もういいですよ。じゃあいいです。先ほどお名前上がったステラさん、今何なさってるんですか？今？ええ。以後。うわー、戦略すごい、こう、勉強してるわ。あいつ結構勉強してるからね。へぇ、それはいいことを聞きました。うん、ありがとうございます。囲碁できる？あ、俺ね、昔囲碁やってたんですよ。もういいや。お前聞けよ！もう、あ、巻きの合図出てるんでね、もういいです。はい。もう、さよなら、ありがとうございました。ステラさんにはね、よろしくお伝えくださいね。ステラー！お願いします。ステラ、あ、いるの？うん。うん。いなかった。はい。以上、現場より中継をお届けしました。というわけでですね、今夜もスタジオにはデスティニーの情報に詳しい評論家の森田正和さんにお越しいただいております。森田さん、デスティニートークよろしくお願いいたします。どうも、森田です。みんなね、こういうふりをすると必ずキャラを作ってるね。うん、俺はこういう傾向をちょっと分かってきた。うん、なるほどね。あ、じゃあよろしくお願いします、茂木田さん。はい、茂木田です。地球に降り立ってからですね、いろんなこと起きてますね。そうですね。アスランさんがですね、シャワーを浴びてたんですけどね、女の子がもうすごい注目してたシーンなんですけどね、茂木田さんはどんなシャワーの浴び方をなさるんですか？ですね、シャワーやっぱり47度ぐらいがいいですね。あ、カフェオレよりちょっと暑いぐらいですね。そうですね、それぐらいがちょうどいい。あ、
そうですか。うん。ちょっとぬるいですよね。そうですかね。やっぱね、あまり厚めのものやってしまうと、皮膚が溶けますので。あ、そうですね。気をつけないといけませんよ。気をつけないといけませんよ。ああ、勉強になりますね、森田さん。なるほどね。そうですか。あれですね。マリア・ベルネスことマリュー・ラミアスさんが登場したんですけどね。ご存知ですか？知りません。そうでしょうね。そうだと思いました。知りません。前回のね、あれですよ、館長さんなんですけどね、マリューさんね。その方は今、お名前がマリア・ベルネスという方で。お前、評論家だろ、俺が説明してどうすんだよ。何言ってるんですか？あ、そうですか。マリア・ベルネスね。はい。あ、知ってますよ。あ、そうですか。キラとアスランさんがなんかドライブなさってましたけどね。男同士で悩み相談なんかしてたんですけど、モギタさんはどんな悩みをお持ちなんですか？そうですね。まあ、これドライブで話をしてたということなんですかね。はい。なるほど。じゃあ、免許更新のことについてですね。お話しなさるんですか。まあ2年ごとっていうことなんですけれども、まあ有料ドライバーであれば5年ごとということで。あ、そうですね。まあその辺に関してはあまり悩まなくてもいいかなということですかね。はい。なんやねん、その話。俺、拾われへんわ、そんなの。あ、そうですか。俺、有料やねんね。俺も有料です。俺、ゴールドやねん。ゴールドやねん。うん。わしもゴールド。あなたもゴールドですか？あなた結構なんか頑張り屋なんですね。じゃあゴールド結構ずっと乗ってるのにね。全然頑張り屋ですよ。ああ、そうですか。まあね。へえ、うわ、そんな嬉しそうな顔して、ね。だから悩みない。なるほどね。アスランさんがですね、カガリさんにプロポーズなさったみたいなんですよ。森田さんはどんなプロポーズをなさりたいですかね。僕ですか？ええ。僕はね、器用にプロポーズしたいな。今噛みましたけどね。プロルポーズみたいなことになりましたけど、ね、器用にプロポリスしたいな。話も全然変わってますけどね。蜂蜜の話になってますけどね。そうそう。あれ聞くね。聞きます。喉にピリピリ聞くんですけどね。ね、うん。あれいいね。いいですよね。うん、使ってる？僕は使ってますよ。俺は使ってない。お前は、本当に会話しづらい。現場でもらうだけ。俺もね、この前買ったんですよ。買ったの？うん。500円で売ってるんですけどね。ちょっと高めなんですけどね。ちょっと高いね。でもね、効きますよ。あ、そう。それだけの価値。ピリピリするな、あれね。そうそうそう。なんかいるみたいだね、あれね。そうですね。気になってしょうがないね。ならない、別に。プロポリス。モギタです。お前、力押しすぎるだろ。本当にね。あ、お前がアウルの役どころをどうやってるかって話を聞こうと思ったのに忘れちゃったよ。どうですか、アウルは。アウルはやってて。うん。やってて気持ちいいよ。すごい残虐なセリフ。でも楽しそうにやってるよね、いつも現場でね。すごいね。ほんと残虐じゃない。そうね。じゃあ、お前は死ねよだよ。うん、そう。あの言葉大好きでさ。あの時楽しそうに言ってるもんね。大好き。うん。まあ、始終使ってんだけどね。普段から？普段から。飲み屋とかで？飲み屋とかで。使ってるよね。そう、牛に向かって。牛に向かって。またその話か。これ危険だから、この話はもうここら辺にして。あ、もうこれ以上危ないから気をつけましょうね。はい、以上、デスティニーニューススクラ、お、デスティニーニューススクランブルをお送りしました。週刊、レディオシードデスティニー。インパルス、行きます！このコーナーはリスナーが発見体験した衝撃的な出来事を一言ネタとして報告するコーナーでございます。真面目なことからくだらないことまでどんなインパルスでも OK。 早速インパルスを出撃させようと思っていましたが、まずモギタさんのですね、アビスに出撃してもらいましょうか。せっかくですからね。わかりました。はい、モギタのアビス行きます。バイクの試乗車ガス欠に追い込みました。乗りすぎやろ。はい。すいませんでした。試乗車ってさ、あ、そうか、バイクの場合はさ、あれか、一緒に店員さんついてきたりしないんだね。一人なのかな。車の場合横についてくるからさ、コースわかるじゃんか。うん。コースなんかないもん。そうだよね。どこまでも行っていいんだ。自由にやっちゃった。自由にどんだけ乗ったらそうなの。かなりで行ったね、あれ。2、30キロ乗ったと思うよ。お前乗りすぎだろ、それ。まあもう懇意にしてるさ、ところだからさ、いいっすよ、つって借りてさ、バーッ出してさ、レインボーブリッジの、何回もなんだか。したらガス欠になっちゃってさ。満喫しすぎ。ねえ、楽しかったな。ウィリーしたんでしょ、しかも。オフ車だったからね、オフロードだったから、ポンって入れたらクーンって行くのよ。試乗車でそういうことしないでください。はい、すいませんでした。本当にね。それは本当にインパルスだよ。はい、わかりました。ありがとうね。はい。はい。というわけでですね、今日もですね、たくさんのインパルスいただいております。どんどん紹介していきましょう。じゃあ早速こちら行きますよ。はい。シードネーム、アイス野郎さんの、インパルス、行きます！小学生らしき子供が、電車の中で、ショーをしてた。これね。しますね。すごいね。あの、つなぎ目のとこにしますね。基本は、ね。やったことあるんだ。僕じゃないんですけど、僕の事務所の先輩、あ、言おうか。
それは言えない。あ、そう。うん。ちょっと後で教えて。大先輩ですけどね。若い頃やったいう話をね。すごい大先輩。武勇伝だね。その話を聞きましたけどね。やるみたいですよ。酔っ払うとね。結構しますからね。酔っ払うといろんなことするもんね。しますよ。牛とかね。お前も引っ張るね。すいません。やりますよ。行きましょう。はい。福井県、福井県にお住まいの、ケーキ？ラジオネーム、新月まどかさんのインパルス。親に真顔で、お前は試作品と言われた。きつっ！きつっ！これ！これはきつっ！これきっとな、なんかの弾みでな、うん、怒って喧嘩とかした、バンって言ってしまったとか、そういうことだとは思うんだけどね。辛いな。どうだろうこれ。もう分かんない、これ、夕食の時に言われたかもしれないよ。ご飯食べて。うまい作品なんですお前それはひどいで。だから弟が本物本物のことよ。バカな。そんなことはない。あなたも大丈夫です。強く生きてください。本当に。試作品の方がね、良くなるんですよ。よくこう、ロボットアニメとかもね、試作品の方が強いでしょ。そうね。そうそう。そうね。そういうもんですか。でも結局は変わるもんね。そう、新機種にね。お前は試作品。三重県の、RT さんのインパルス、いきます。お父さんの携帯が浮気臭いメールでいっぱいだった。これはインパルスですよね。きついね。これはきつい。俺ね、昔ね、うん、学校から帰ってきたら、うん、うちに誰もいなかったの。いつも母ちゃんがいるんだ、うん、母ちゃんいないなんて珍しいのよ、うん、で買い物でも行ったのかなと思ってた、うん、テーブルの上にね、おし、あの紙があったの。なんか書いてあるのよ、うん、そしたらね、そこの書いてる紙がね、うん、なんか涙でいっぱいみたいなこと書いてあって、私は旅立つ、なんとかかんとか冬のカモメみたいなこと書いてあんのよ。うわー、なんか置き手紙で俺は離婚やこれーと思った、うん、そしたら、うん、演歌番組の歌詞を書き写してるのおかえりケンイチみたいな普通に書いてるビビるわあの人、超インパルスだよあれそれと一緒ですねこれ。すごいな、うん、あれは驚いた。かー、びっくりしました。衝撃的でしたね。衝撃だね。はい。じゃあ次行ってください。はい。東京都にお住まいの、ゆらきら、ね、ラジオネームゆらきらさん、ゆうきら、ゆうきらさんのインパルス、いきます。マットの耳入れ忘れた。何、ちょっと待って、説明して。これ、あの、タイ君の時に使うマットあんじゃん。お前、にゃん言うなね。マットね。あ、にゃん。あるね。その、マットの耳さ。マットの話してる時はにゃんなの。マットの時にゃんよ。にゃっとって言うのよ。マット、ま、話が進まれんのよ。マットね。そう。あの時に、でんぐり返しとかするマットね。運ぶ時にさ、耳があるわけよ、持ち手が。あるね。で、それを入れないと危ないじゃん。なるほど、なるほど。あれ入れないと足引っ掛けちゃう。そう。これは大変だよ。大事故。そうね。これはインパルス。あかん。もう、ゆうきら目の付けどころが違いすぎてびっくりした。でも、正義だね。そうね。いいことだよ。このメールはあなたが選んだけどね、あなたも目の付けどころが違う。俺見てて、あ、わかんないと思ったもん、最初。気になるもん、俺。やっぱ体が。そうだね。聞いてなるほどインパルスだと思ったよ。でしょ？うん。気をつけて。気をつけて。俺も耳は入れて方向で行くわ。頼むね。ありがとう、頑張る。はい。じゃあ、こちら。静岡県シドネーム赤い三連星さんのインパルス、いきます。テレビをつけたら爆発音がして煙が出始めた。これ逆なんじゃないですかね。割と煙が出てボンみたいなことはよくあるんですよ。うちはこうでした。ボンって言ってから煙が出たね。危ねえ。おか、爆発音、爆発音がしてですよ。すごいね。これは伸びたのままでも直せないですね、きっとね。やってたね。斜め45度でね。殴ってもダメですね、きっとね。どうなったんでしょうね、テレビね。ね、気になるけどね。ね、あんま言わない方がいいよね、気をつけましょうね。はい。さあ、そんなわけでですね、はい、今日もですね、たくさんのインパルスいただきましてありがとうございます。皆さんからのインパルスお待ちしておりますよ。以上、インパルスいきますのコーナーでした。週刊レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー、人呼んでラジダネです。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードデスティニーの次回予告です。次回のテレビ放送は第9話、おごれる牙。地球軍による宣戦布告を受け揺れるプラント評議会。対話による解決を目指し交渉を目論むデュランダルだったが、地球軍は武力行使を決断しプラントに向けて軍を出撃させる。
こうして地球とプラントとの軋轢は再び戦争へと発展してしまうのだった。いよいよですね、物語が動き始めましたよ。ですね。またね、地球とプラントがね、うん、大変なことになってきましたけどね、うん、どうなることでしょうか。で、なんでこれいきなりこんなに静かなの。静かでしょ、うん、もうすぐ終わりだからですよ。あ、そうなんだ。テレビとラジオでデスティニーを感じてください。それが運命だ、うん、番組では皆さんからのお便り募集してます。デスティニーキャストへの質問、インパルスな出来事、普通オタなど、すべての宛先ははがきは郵便番号 552-8501ラジオ大阪週刊レディオシードデスティニー。メールはすべて小文字でシードアンダーバー D アットマーク OBC1314.com シードアンダーバー D アットマーク OBC1314.com でお願いします、うん、番組のホームページからメールフォームでもお送りいただけます、うん、vstation.net/destiny/vstation.net/destiny/でございます。大丈夫か。はい、ちなみにですね、現在出演交渉中の方は、うん、かがりゆらあすは役の新藤直美さん、うん、それからメイリンホーク役の織笠文子ちゃんでございます、うん、皆さんからの質問のお便り待ってますよ。そして次回はですね、うん、TM レボリューション西川貴教さんがなんと来ていただけるということでね。じゃあ俺も来週来る。普通に外で見ててね、うん、頼みますよ、うん、はい、大丈夫だ。大丈夫よって。大丈夫よ。いや、もう君のキャラはつかみきれんかったな、うん、まあいいんだけど、ね、君とはよく飲んでいたのにね。そうだね、うん、そうね。でも、ま、今なんかまるで飲んでないみたいじゃん、うんうん、最近だって飲んでない。そうだね、うん、また飲みましょうか、ね、飲むと大変なことになるから、はい、分かりました。それではまたお会いしましょう。お相手は鈴村健一と森田正和でした。またねー。